こんにちは。2024年6月には歌手デビュー満15周年を迎え、新曲どんこ坂も好評の三山ひろしさん、 YouTube 上でも素晴らしい歌、とても勇気をもらいましたと3時のコメントが並びます。5月3日には三山ひろし15周年応援イベントとして地元高知県でライブステージが行われ、県内外からファンが詰めかけました。今回はその15周年応援イベントの様子や、師匠であり義母でもある松前ひろ子さんとの関係やこれまでの経緯などをお伝えします。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。5月3日ゴールデンウィーク中の地元高知県で三山ひろしさんはライブステージを行いました。場所は高知駅南口の高知旅広場と高知市中央公園で行われた花のよさこいタウン高知春花祭り2023でのスペシャルステージです。花のよさこいタウン高知春花祭りは高知市を中心として行われる高知の春を彩る恒例の市民参加型イベント、高知の美味しいものが集合したグルメブースに音楽やダンス、エクストリームスポーツのステージなどなど様々な催し物が無料で見られ、毎年県外からも多くの人が訪れます。2009年に歌手デビューを果たし、来年15周年を迎える三山さんのライブには県の内外からおよそ500人のファンが集まりました。皆様こんにちは。心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス三山ひろしでございますという挨拶とともに登場した三山さん、軽快なトークを挟みながら最新曲のどんこ坂やデビュー曲の人恋酒場など30分で4曲を歌い上げました。愛媛からのファンは、毎回イベントは来させてもらっている、うちはもう手作り、この1日に欠けてますのでとコメント。一番乗りのファンは、朝の2時に起きて3時半に家を出て7時に着きました。三山くんどんどん上手になっていくし、これからもずっと応援している、お帰りなさいと話しました。またそれまでファンではなかった方からも、よかったです、楽しかったです、ユーモアあるし見てたら心が弾んでくるようなと嬉しいコメントが。ライブの後にはトークショーが行われ、歌手を目指したきっかけやデビューまでの下積み生活などを語りました。実は歌手三山ひろしの誕生はなんと3歳だったとか、何を歌ってたかというと、春日八郎さんの別れの一本杉とか、三橋道也さんの夕焼けとんびとか、祖母がカセットテープを寝るときに枕元に置いてくれて、これ聞きながらねとかけてくれるんですよ。それを僕も毎晩聞くでしょ。吠いたら歌えるようになったんですよ。空で覚えて、君と歩いた石狩の石狩川エレジーとかね。これが3歳の頃のことだそうです。訪れた人は三山さんが明かす秘話に聞き入っていました。15年で出来上がりというわけではないので、15年の後は20年、25年もあるし先もあるので、その道のりを一つのポイントとして見てもらえる15周年を感じてもらえてありがたいと語った三山さん。また地元高知で歌ってくれる日が待ち遠しいですね。さて、三山さんといえば一つ気になるのが、演歌歌手松前ひろ子さんとの関係です。2人でデュエットをすることもある三山さんと松前ひろ子さん、2人はどのような経験を経て現在のようになったのでしょうか。母子家庭で育った三山さんは、高卒後に地元高知のガソリンスタンドに就職しましたが、歌手の夢を追いかけて25歳で上京、
たまたま働いたのが松前さんの営む飲食店ライブレストラン青山だったのだそうです。店の仕事は夕方からで、仕事のない昼間にコンビニでアルバイトしたい、実家に仕送りをしたいから、それを聞いた松前さんが、だったらうちの芸能事務所で働いたらどう、給料は両方から出すからと逆提案をして、三山さんと芸能界がつながりました。それから3年間、松前さんの付き人などを経て三山さんは念願の歌手デビュー。今では8年連続で紅白歌合戦に出場する実力派として活躍しています。以上のように師匠と弟子として長い間共に過ごした三山さんと松前さん、しかし2人の関係はそれだけには止まりません。三山さんはデビュー前から交際を続けていた松前さんの次女と2012年に結婚。松前さんは三山さんにとって義母でもあったのです。そんな三山さんと松前さんは昨年11月22日に東京グランドプリンスホテル高輪で恒例のいい夫婦の日ディナーショー、愛に包まれていい夫婦の日を行いました。直前のリハーサル取材会では2人揃ってインタビューに答え、三山さんは嬉しいです、ここまで歩んでこられたのはファンの皆様の応援があったからこそとコメント。本番については局の方がああしてほしい、こうしてほしいというのに応えられるよう体調を万全にして臨みたいと意気込んでいたそうです。二人は2021年11月にリリースしたデュエット曲人生を歌唱、松前さんの当時の最新曲あいあい傘も披露されました。松前さんは三山さんに、二人で歌うとなかなか私の目を見てくれないのが寂しいな、顔を見ないで帯から下ばかりを見ている、どうなんでしょうか、今日は見てくれたらいいなと注文。三山さんは苦笑いして、僕も亡き義父にあたる中村天聖先生と似ているところがありまして、なかなか目を見ないでお話になるので、師匠を見ていると師匠に似るんですね、だからあまり目を合わせることがないんですと弁解していたそうです。恒例のディナーショーですが、開催はコロナ禍の影響で3年ぶり。松前さんは久々にこの場に立ち、主人もよくここで頑張っているなと喜んでくれている気がしますと3年前に亡くなった中村天聖さんを偲んでいました。 NHK 紅白歌合戦には2015年の初出場以来8年連続で出場を果たし、2017年からは得意のけん玉でギネス記録を目指す、いわゆるけん玉チャレンジにも挑戦している三山さん。さらに自身が大切にしているライブ活動での新たなチャレンジとして、三山ひろしリサイタル2021課の宝石箱ではギターの弾き語り、三山ひろしスペシャルコンサート2020に歌うもんには夢来たる、ではドラム演奏に初挑戦、多忙を極める中わずかな合間を縫って猛練習したというその腕前と、予想していなかった新鮮な姿にファンが湧いたのは言うまでもありません。また三山さんのライフワークともいえる長編歌謡浪曲へも一層精力的に取り組んでおり、その圧巻の歌唱は大人気となっています。来年でデビュー15周年を迎える三山ひろしさん、ますますの活躍ぶりにこれからも目が離せませんね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。